ということで始まりましたもっと三流でいいじゃん。この番組は私たち三流が多方面で活躍していくためのスキルアップを目指したレギュラーバラエティ番組、今回も虎ノ門より公開生放送でお届けしています。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。それでは早速自己紹介をレイちゃむから、あ、レイちゃむじゃなかった、ハルルンから。はい、行きます。はい、ハルルンこと山内遥香です。ハルルンって呼んでください。せーの、ハルルン。ありがとうございます。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、マミリンことのだまみです。マミリンって呼んでください。せーの、ありがとうございます。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、レイちゃむこと長谷川レイカです。レイちゃむって呼んでください。せーの、レイちゃむ。ありがとうございます。今日もゆるゆる楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、胸キュンキャラメルボイス、あやなこと木下あやなです。あやなって呼んでください。せーの、あやな。はい、ちょっとねシルバーウィーク明けて憂鬱な方もいると思うんですけど、楽しい時間も過ごしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、セニアンこと新原瀬奈です。セニアンって呼んでください。せーの、セニアン。ありがとうございます。今日も楽しんでいきましょう。お願いします。はい、ミスこと西園美鈴です。ミスって呼んでください。せーの、ありがとうございます。今日はリハーサルの時にあのカメラマンさんをやってくださってる方に、うん、私のことをちょっと多めに抜いといてくださいってお願いしたので、ちょっといっぱい映るかなと思います。よろしくお願いします。そんなことないよ。ずるいずるい、ずるいな、ちょっとずるいな。ということで私たち三ミューはサンミュージックに所属する6人組のアイドルグループです。いやお願いします。あれ6人、あれそう、ちょっと待って、そう、本当はね、そう、本当は7人なんですけど、そうあれ今日ね、1人いませんけど、いませんね、誰がいないんだ、誰がいない、誰かいないけど、誰がいないと思いますか。てか、むしろ誰かいない、いや、誰もいなくないか。さあ、かわいそう。そろそろかわいそうね。やーちゃんこと小林弥生ちゃんが今ですね、はい、わちゃわちゃ、週刊わちゃわちゃ通信というのの生放送中でして、はい、それが終わり次第こちらに向かってくるかなと思うんですが、はい、そうです。とりあえずこの6人で、はい、進めていきたいと思います。皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それでは早速今週も、今週もじゃない、今回もこのお二人をお呼びしたいと思います。せーの、かぶえちゃん。どうもお願いします。え、早っ。あれ、おかえり。思ったより足が絡まった。思ったより足絡まった。やーちゃん、はい、やーちゃんに最初からずっと裏おったよ。嘘。誰が6人組や。結構早めに出てきた。知らなかったら、はい、そうよ、裏でずっとマイク使ってね、誰か6人組やったら突っ込んでたけど、マイク入ってないからずっと裏でやっとったよ。誰か教えたってよ。ちょっとせっかくやったらさ、出てきたええやん。そうやん、ね、なんかタイいいタイミングでちょっと泳がしとこうかな。せっかくだから自己紹介していいよ。はい、奈良が生んだピカピカ関西娘、ありがとうございます。やっちゃんこと小林結衣です。よろしくお願いします。いいね。お願いします。はい、そして僕ら MC やらせてもらう、はい、拳と申します。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。頑張りましょう。うるせえ。うるせえってなった。もうね、仲いい友達になりましたから。はい、ということでね、はい。お客さんのこと友達のやめてね。いやいや、あの人だけよ、あの人だけ、あの人だけよじゃないけどね。はい、ということで、ね、もうメンバーも揃ったということで、はい、まずコーナーの方行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあタイトルをあやのお願いします。お願いします。はい、サンミューの取扱説明書作ってもいいじゃん。はい、お願いします。どういうこと、どういうことでしょう。はい、はい、ということでね、はい、トゲトゲで何かと最近話題の3名の皆さん、はい、はい、今後リリースイベントなどに遊びに来てくれる新しいファンの方もいるかもしれません。あ、そうです、ね、いるかもしれません。いるよ。いると思います。いるのよ。いるもんにしましょう、うん、います、はい、今店員パンパンじゃないから。どんどん増えていくんよファンは、はい、じゃあ言い方変えるね、うん、はい、新しいファンの方も、うん、
いるかもしれません。いるかもしれない、はい、そして今まで応援してくれてる皆さんにもメンバーの新しい一面を知りたい、うん、ということで今日は3名の新しい取扱説明書をメンバー同士で作ってしまうという企画でございますね。なるほど、はい、ギリギリ言いましたね。なるほどね。はい、ということでスケッチブックお願いします。はい、はい、スケッチブックカモン。なるほど、なかなか自分たちで紹介し合うことないですからね、うん、はい、だから 前もやったでしょ、ね、うん、取扱説明書みたいなこと。ええ、そんな やりましたっけ。やってないって。おいいね、薩摩おこじょ今日ノリノリやね。どうした薩摩おこじょもうじっとできへんからずっと名前で呼んでくださいよ。ほんまそうよ、せいにゃんって呼んであげてよ。お前ずっとこの番組で薩摩おこじょ薩摩おこじょってお前でも裏ではせいにゃんって呼んでるのに。おかしな話ですよね。はい、ということでね、もともとのプロフィールがね、ちょっとみんなあるみたいなんで、はい、そちらの方を見せてください、うん、これ超普通のやつですよ。もともとのプロフィール見して、はい、どうぞ見してみて。はい、じゃあミスね、見えますか。まあリーダー、見えるの見えないよね。あ、超普通だね。身長違うんだけど。うちも身長違う。伸びたってこと。伸びた、縮みました。いいじゃん、いいじゃん。あ、私ちょっと待って、そんなことある。いや、あの、もともと1センチ持ってたんだ。私もそんなに高い、わからんことない。伸びたところで、トゲトゲになったからって何言ってもいいわけちゃうからね。あなたたち急にな。はい、まあまあいろいろありますけどもね、新しい取扱説明書をね、書いていただこうかなと。はい、はい、じゃあ皆さん書いてくださいよ。はい、ええ、そういう感じですか。自分たちで書くんですかこれ。そうじゃない。え、誰のを書けばいいですか。一人呼び出してでしょ、前に一人呼び出して。そう、その説明、お前読めよノータリン。あの、ちょっと待って、ちょっと待って台本読めよ。俺持ってないの理解して。ちょっと待って、一人、じゃあ行きましょう。ノータリンって言った何ノーが足りないってことノータリンって言うのめっちゃ可愛いよ。初めて知ったんやけど。はい、じゃあミッスーから行きましょう。はい、じゃあミッスーのことを書けばいいんですか。みんなが私のことを説明してくれるんですよね。ミッスーのプロフィールが、これですね、今。あ、ごめんなさい。これに書いてないメンバーが知ってるミスの、例えば、ね、最近こうですよとか、はい、そういう情報を書いてくださいっていうことですね。了解です。特技忘れ物することってやばいでしょこれ。堂々とね、はい、でも私がずっと忘れ物しちゃうって悩んでたらレイちゃんが LINE くれて、はいはい、もうそれ特技にしちゃえばいいんだよって。あ、なるほど、レイちゃんが悪いね、これは。ほんまやん。なんでですか。ただのポジティブや。趣味、料理、はい、映画、DVD 鑑賞。映画、DVD 鑑賞は一緒っていい？大丈夫これは。映画は映画館に行ってみることですよ。あ、プラスで DVD もね。あ、そうか、料理もするもんね。料理します。なるほど。え、書けた。え、何を書くんですか。ミスの、あ、違うやん、ミスの。私もノータリン。ノータリンコンビになっとるから書いてちゃんと。やしろ小林ノータリン。おい、なんかおかしいやろ。かわいい。なんか、なんで呼び捨てされてんの。まあ、ええけどもね、はい、座右の銘が、はい、目配り配り、思いやり。お母さんやもん。じゃこれはでもなんかずっと言われてて、ちっちゃい時に、はい、あ、そうそうです。いいね、新しいね。でもなんかやっぱこれだとあんまパンチないですもんね。そうね、なんか一個欲しいね。うん、トゲトゲになったからね。うん、トゲトゲしいのもちょっと欲しいよね。書けた、書けた、書けた人。書けた。じゃあ、じゃあ、愛の見して。いきまーす。せーの、おっちょこちょいはご愛嬌、たくさんいじってあげてください。あ、いいじゃん。いいね、いいじゃん。どこ、どごめん、どこに書けばいいの。背中重くない。 PS がいらん、PS がもう。どこに書くの。なるほど、行こうかな。でもなんかあれですね、アイドルのキャッチフレーズみたいで可愛い。なんかプロフィールっていうか、あの、なんていうの、取扱説明書だから、あの、まあ、おちょこちょいだけどみんないじってねっていう、そう、感じです。確かにね、うん、そう、いいじゃん、いいじゃん。だからこのキラキラ微笑みリーダーってのはもうないやん。ほぼどこもないから、もう。そうか、変えていいね。今トゲトゲやし。だからこれにしたらええやん。そう、おっちょこちょいはご愛嬌、たくさんいじってね。うん、リーダー、まあリーダーつけてくれ。リーダーはリーダーだ。あ、リーダーもなくなったんやっけ。リーダーですよ。リーダーはリーダー。リーダーはリーダーなんか。ああ、そうか、はい、そう。かけた、かけた人いる。はーい、かけました。じゃあみんな一斉に見てみましょう。はい、せーの、じゃん。じゃん。お、いいね、ハルルン。はい、コーヒーとおにぎりのセット。意味がわからない。どういうことなの。今食べたいもの。違う、何、どういうこと。違うんです、あの、ミスーがコーヒーとカフェオレ、カフェオレがおにぎりのセットが好きなので。そう、好きなので。朝ごはんはコーヒーとおにぎり。コーヒーとおにぎり食べんの。意味が悪い。でもこれがプロフィールにあったら意味が悪いな、これ。それがプロフィールにあってさ、誰が得すんのそれ。だから、そう、こういうのもできる子かみたいな。こういうのもできる。野田肛門は。肛
門っていうのやめて。野田肛門特技、ミスの飯テロ、うん、でお腹を空かすことができる。どういうこと？飯テロってなんなの？だご飯系多いもんね。私ご飯作ってツイッターに夜中にご飯 の、 あの写真をあげるんですよ。だから7時にご飯作って食べたとしてもその画像を12時回ってからとかあげるんですよ、うん、そしたらファンの人が余計お腹空いてるから美味しそうって思ってくれるんですよ。あなるほど、作戦ってことそれは。すげえ、お前超賢いな。すごくないこれ、うん、せーすげえ、そういうことなんや。あとお前ってのやめて。ごめんなさい、はい、なるほどね。ね、ご飯もあったね、ここもそうやろ、セニャンも、はい、ご飯が美味しいです、みんなで母上と呼んであげよう。母上っていいな。嫌ですよ、お母さん、母上一休さんみたいな。いいよね、ニックネーム、ニックネーム母上でしょ。嫌ミス、ありあり、ミス、ちょっと時間来たんでね、はい、次の人に行きましょう、はい、次誰行くか、はい、次のヤーちゃん行く、じゃあヤーちゃん行く、はい、ヤーちゃん行こうか、ヤーちゃんの今のプロフィールは見して、え、門脇これ知ってますもんね、私のやつ。何？門脇。門脇って言ってんの。え、ちょっと待って、今日さ、え、呼び捨てにするんだ、みんな。今、門脇って言われました。門脇さん、え、聞こえてないですか？聞こえとったよ、いや、聞こえた感じで門脇って言われたから。門脇さん、これ私のプロフィール知ってますもんね、でも。いや、知らんよ。なんで？なんでそのなんかすごい長い知っとる手で行くの。い長い付き合いやから知ってるかなと思って。コスプレとかね。コスプレは知っとるよ。知ってるでしょ。あと、絵とかも描くでしょ。そうそうそう。あるかな、やーちゃん。あるよ。いいね、座右の銘、今を生きる。かわいいよ。ぽい、やーちゃんぽいもんね。ぽいですか、うん、やった。そうね、はい、クラシックバレー。描けた人。描けてない。あ、じゃあ、はるるん見てみましょうか。じゃあ、普通、もう見たまんま。はい、せーの、じゃん。誰が手が長め、アホかお前。アホかお前。なんてほんまやもん。ああ、でもさ、うん、長いじゃなくてな、長めがおもろいな。そうそうそう、長め、手が長め。手が長め。うん、めっちゃ長いんですよ、長い長い、ほんまに、はい。そうね、他は、まあ、確かに、はい。はい。はい、じゃあマミリンは？やーちゃんのまつげはすごい。バカみたいな、バカみたいなこと。バカみたいな。え、手が長めでまつげがすごいよね。もうちょっと言いたくないのみんな。はい、アニメが好きなので共感してあげて。ひどくない？なんか扱いが、はい。はい、誰とでも仲良くできるよ、友達になってあげてね。はい、それをまとめるとフレンドリーな軟体動物みたいな。すごい、うまい、やばい、できたな。なんのみんな揃って。ミスはできたら、ミスだけ一生懸命書いてる。一生懸命書いてる。ちょっと時間ちょうだい。でもこれ褒めてないよ、やーちゃんのこと。確かにね、やーちゃんみんな褒めとるわ。え、うちも褒めてるよ。私もミスできたよ、ミスドン。親しみやすいネクラ。おい誰がネクラや。おー、すごいやん。でも大体今ので分かったね。うん、大体分かった。分かります。うん、いいよいいよ。ね、何、いい子やんな。いい子、いい子。でもなんか誰か、なんかやーちゃんは結構フレンドリーだから、うん、なんかこう握手会とか、うん、あの大差し誰と喋ったらいいかわかんないかなって人は、うん、やーちゃんとこ行ってください。ね、ああ、いいじゃん、いいじゃん。誰でも来てください。そうよ。あ、そう。フレンドリーに受け止める。喋りやすいんで。喋りやすいよ。いいね、それ。いいことやった。え、はい、私のはなんかある？なんか食べ口調なんか、なんかありますかならわかんねえけど、なんかありますか、うん、そういうならわかんねえけど な体が気持ち悪く柔らかいじゃない。あー、なるほど。なんかある、軟体動物やろ、だから、はい、なんかある、軟体動物、なんかあるんじゃねえやろ。なんかあるやねえ。次の人行くよ、もう時間ないから。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあセナン行きましょう。はい、はい、じゃあセナン、みんな書いてください。セナン、セニャンって言うたよ。なんだよ、タメ口やったよ。え、あいつ何タメ口やったの。タメ口なんか聞いてません。見してどっかやったん。あったね、あったね。はい、セニャン見して。はい、ちょうだい。いっぱい食べること、一人カラオケね、趣味は、うん、はい、特技が食べ物を美味しく食べること、一人カラオケ、うん、マイク使おう、マイク使おう。どうしたどうした、急に。え、特技一人カラオケっておかしくないですか。そうやな、書いてもらわなかったな。趣味じゃない、お前が言うたんちゃうこと。お前ってやめな。お前はやめとこうな。せめてさつまおこじにお願いします。それもおかしいけどな。はい、書けてました。はい、はい、じゃあ行こうか。やな、行こうか。せーの、はい。最近夜控えてるよ。何を？どういうこと？はい、ご飯を？セニャンってあの、うん、食欲旺盛でいっぱい食べるんですけど、うん、最近あの寒くなってきて、うん、冬が近いからちょっと太りたくないなって言って、うん、ちゃんとあの野菜